お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね LSP 型の枯渇デッキやっていきたいなと思います。というわけで今までのテスラ枯渇の、テンプレですねの ISP が LSP になった方は今日やっていくんですけども、まあ、LSP が出て個人的には、まあ、非 SP の代わりにはなれなくて、まあ、スキアの代わりは、まあ、にはなれない。スキアの代わりにするのは結局ヒースピでいいとか、まあ、そういう感じの印象を持ってて、まあ、変わるなら結局アイスピの代わりになるんじゃないかなというところで、アイスピが入ってるデッキって結構限られてるんですよね。この、枯渇デッキだったり、まあ、あとは高回転の 2.6 ホグだったり、あとは高回転のクロスボウだったり、まあ、逆にそれぐらいのデッキにしか入ってないので、まあ、その辺の、まあ、やつをヒース、LSP ですね。スピが多すぎて分かんなくなっちゃうんですけど、まあ、LSP にするのは全然ありかなと思ってて、まあ、枯渇とかのこの ISP とかを LSP にすることによって、まあ、何が変わるのかって感じなんですけども、まあ、大きくはそんな変わんないんですけど、まあ、個人的には大型の対処がすごい楽になるんじゃないかなと思ってて、まあ、スパーキーには枯渇ってもともと強いじゃないですか、ぶっちゃけ。うわ、でもあとこのバレルに対しても優秀なんですよ、意外と。これなんかチェーンで、そう、これ全部一発ずつで処理できるんで、まあ、ゴブリンバレルの受けとしては強い。なので、枯渇ダメだ。枯渇使う側としては意外とね、使われると厄介かもしれないんですけども。で、まあ、あとは、大型、さっき話しましたね。で、スパーキーに対しては多分もともとね、枯渇はロケがあるので強いんですけども、まあ、なんか形を組まれた時の防衛だったり、まあ、なんかあとは、なんだろう、あ、今回相手アウプリっぽいですね。よいしょ。アウプリじゃねえ。吹き矢型なんかちょっと変わった枯渇デッキが来ましたね。で、これ、キング起動されるんで、ちょっと気をつけないといけないですね。で、ワンチャン負けそうだな。待って、相手バレバレだったら普通に、なんか、きつい説が出てきた。まあ、頑張ります。で、ゴレダクネか。だから、ダクネに対して、個人的にはこのカード、まあ、ダクネにダク強いんじゃないかなっていう、思いがあるんですけど、これちょっと回転で相手バレル追いつけないんじゃね？よいしょ。さあ、LSP でね、ジジジジジジってやっていくんですけど。で、まあ、バレルは、まあ、ギャングあれば完封できるので、よし、後ろにね、構えて、こう、わー、それは厄介。さすがに、そのプリンからのバレルは相手うまいっすね。あ、でもこれだけでうざいと思うんですよ。よいしょ。打っとか。さすがに打ったか？お、使わない。使わずに守るタイプですね。いや、俺の槍ゴブリンが火を吹くぜ。一体槍ゴブリン。いや、待って、枯渇ミラーは効いてないって。さすがに枯渇ミラーは効いてないのと、相手にちょっと吹き矢いるのがね、僕は許せないですね。何の吹き矢って。これ、始めプレイで多分削った方がいいんですよね。枯渇。まあ、枯渇ちょっと素人なんで、あんま言えないんですけど、いろいろ。よいしょ。さあ。で、多分、ハシメプリンこれ来るんですよね。こんにちは。いや、今の回、あれ、ロケでいいですね。で、ロケ削りしつつ、バレルのダメージは大きいな、これ。OK? 確実にね、抑えていきます。で、まあ、こっからですよね。本当に。大変なのはこれから。で、相手もまあ、ロケ削るようにしてくるよと。よいしょ。で、まあ、バレル飛ばす。これナイトでね、やられるとキング起動とか、うわ、もっと強い。今のはさすがに強い。で、あれ、ロケ、ワンチャン？え、これロケ当たるんじゃね？いや、たまたま当たる。え、来た。いや、このプリンをロケで処理できるのマジででかいっすね。で、まあ、バレル飛ばして、これナイトで延命していいっすね。延命して、今ウッド裂いたんで、これギャングやって、なんなら相手がギャングで受けてきたのをもうジジジってね。あ、いい、プリンが、プリンだけ優秀。いや、これ、ウッドいらんな、サタミスった。やばい、ウッド使った、結構やばい。ちょっと始めに止めちゃう。やばい、ちょっと待って待って。あ、これ、ロケ圏内、ロケ圏内、ロケ圏内。え？ロケのダメージ370。いや、足りない。やばい、やばい、やばい、やばい。待って待って待って。足りない。ロケ2発か。これ、ロケ2発回すか。いや、ウッド？いや、ロケだな。ちょっと待って。このね。あ、でも相手まま、あ、トルネだったんだ。トルネだった。トルネちょっとやだな。耐えろ。いや、ちょっと待って、ロケ打ち始めていいのかな。打ち始めたらやばいかな。いや、始めないとやめろよ。あー、激さ。危ねえ、このテスラの圧よ、テスラの。370ね。よし。いや、勝ったけどさ。まあ。LSP がね、バレルの受けで優秀。また大型の守りとしては優秀。
そんぐらいか。またクロスの LSP とかだと、なんかこう端前にこうユニットいっぱい出すじゃないですか。まあ例えばなんですけど、コウモリとか、コウモリとか、まあガゴとか、なんかテスラクロスとか端前置いた時に、まあ、相手がこうナイトサンガゴとか、まあナイトマスケとか、まあなんかナイトコウモリとか、まあなんかでこう守ってきた時の LSP が、あの複数のユニット全部にジジジジって当たるんで、まあそれはね、ちょっと強いんじゃないかなと思ってますね。まあなんかそんな感じ。だから結局まあ高回転、今までのアイスピの枠が変わるぐらいだと思ってますね。なんかヒースピーは、なんかヒースピー独特のヒースピーじゃなきゃいけない立ち位置にいるんですよ。あいつ回復するんで。なんかロイジェイとかにもまあワンチャンあるのかなと思ったんですけど、まあ、ヒースピーでいい感がすごい強くて。まあなので、まあこのコカツとか、まあクロスとか全然あるんじゃないかなと思います。さあこれね、今までアイスピだったらタワー凍ってなかった位置のユニットです、ナイトですけども、LSP なんでね、はい、ジジジってね、ダメージ与えてきます。で、これちょっとロケ打った方がいいですね。ロケ打って、なんならウッとしてヤリゴブリン、あー、ヤリゴブリン残ってほしかったなー。これちょっと痛いな。痛いな、痛いな、痛いな。え？ちょっと待って、やりすぎやりすぎ。さあ今回相手は、遅延スケラですね。で、もともとコカツはスケラに対して相性が良くて、そうなんですよね。だから理論上、スケラ側は勝てないようにできてるんですけども。まあどうだろう。で、エレキ側型なので、よいしょ。とりあえずもう内側に置いちゃおうかな。ナイトでもよかったかな。エレキ型なのでトルネがないですね。ナイトエレキベビーメガゴのコカツだと、そう思います。で、単体エレスピはキング起動されるんでやめた方がいいですね。はい。バレルプラスアイスピならいいんですけども、LSP ならいいんですけども、はい。単体はマジで近畿動作るので良くないです。というところで、さあ、これ、端前止めちゃおう。止めて、ロケ打っちゃっていいですね。ちょっと、嫌なんでね。やべえ、これ、ベビーに外れたら負ける。OK? ベビースケラがね、一番良くないですね。まあ、ベビーだったらテスラでいいし、まあ、今みたいにいたらロケ打ったらいいんですけど、まあ、打たれなかったんで、まあまあまあ。さあ、というわけで、バレル飛ばしたら、タルババが回ってるかどうかなんですけど、やべえ、これ待って、ボムタワーに巻き込まれそう。危ね危ね危ね。これちょっとウッドとね、あとは LSP ですね。このスキラに対して微妙に強い。ああ、今回出番なかったんですけど、スキラに対して9体チェーンするんですけど、早めに出してしまうと、初めの3体ぐらい当たったところでチェーンが終わってしまうんですよ。まあ、なので、こう、ちょっとスケルトンが湧いてから出さないといけません。っていうのがまあ大事ですね。いや、今回の相手はすげえ無視していきますね。僕の攻めを。あれ、ロケでいいですね、結局。で、まあ、ポイズン誘って、もう一枚ぐらい振ってこねえかな。よいしょ。さあ。相手は、まあ、打ちにくいのかもしれないんですけどね。こう、スケラが、テスラとかあるし。で、これ、スケラ打ちたいタイミングでバレル飛ばしてあげて、よいしょ、ここですね。これをちょっと待ってから LSP を出してあげて、これで、やめってほら、全部拾ってくれるんですよ。今のやばくないですか。で、まあ、もともとコカツはこう、ウッドだったり、まあ、ギャングだったり、まあ、スケラを守れるんですけども、よりこう、守れるようになったし、大型にもちょっと強くなりそうだし、まあ、なんか、デッキによっては LSP ちょっと強いんじゃねっていうのありますね。なんかこの前、あげたかな、わかんないけど、LSP 個人的に弱いと思ってたんですけども、出た同士はね。なんかこう見ると、結構万能ですよね。万能だし、ちょっと1コスだし、化けそうなカードではね、ありますよね。で、金撃とかやだな。なので、ちょっとずらしちゃいます。うわ、アイスウィズだ。オッケーオッケー。いやー、よかった、ずらして。今ずらしてなかったら、金撃とかされちゃってましたからね。まあ、ウィズいたから際どいですけど。さあ、てなわけで、今回相手はクロスかスケラですね。クロスかスケラ、どっちだ？で、これ裏に、あ、そうですね。今、LSP1 体にしか飛んでないんですけど、早めに出しすぎると1体にしか飛ばないってやつですね。で、今、取れないから、使っちゃおう。普通にね、ウッドボーイですね、これは。まあ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 。てな感じでね、いや、ウッド打ってよかったかな。ちょっと痛ぇ。さあ今回相手遅延スケラですね。さっきもスケラでスケラ多いですね。でスケラは、まあ、ぶっちゃけあれですね。もう最後になったらロケット削りですね。相手の攻めのダメージ入る量がもう言っちゃえばスケラポイズンで、こっちがギャングとウッドで守れば、まあ、相手のなんか攻めのダメージがもう限られちゃうんですよね。入るダメージが。まあそういうところでは、よいしょ。
ちょっと勝ちたい相手ではありますね。デスラを一応、圧をね、発信前の圧をね。よしよしよし。もうこれで相手からしてちょっとうざいじゃないですか。で、まあ、プリンをどこに出すかなんですけど、今これトルネを持ってるターンなので、またね、ずらします。ああ、いや、いい対応ですね。で、これ6打っちゃいます。OK。よし、かも。えい。ビリビリって。ビリビリって。よしよしよし。これは非常にいい流れですね。まあ、タゲ取られてる間のスケラポイズンがちょっとやばいぐらいですけど、ウッド早すぎるとか、なんかそういうことがなければ、全然戦えると思いますね。さあ、ウッドもちょっと使っちゃって、ケツプリン。で、テスラ置いて、最悪ロケですね。ちょっと回しちゃおう。さあ来るぞ。来ない。一回これトルネ回ってないよな多分。ウッドだと思うんですよね。うん。あ、タルババか。よしよしよし。いや、めっちゃいい。なんか今んとこすごいいい流れですね。でもウッドで削りつつ、うん、ベビー来る。これまあ延命できないんですけど、あいつだけちょっと処理するっていうね。で、これでバレル、どうぞって流しつつ、で、LSP ですね。こいつ。こいつが出たことによって、スケラに対してちょっと戦えるようになった。あ、待って。消えた、消えた、消えた。俺の LSP? タイミングがちょっとむずいか。大変かもしれないですね。出す位置と。まあでも全然、スケラに対してちょっと戦いやすくなった気がしますね。で、テスラ置いて、で、今回、トルネが、まあ、金技能もされちゃったんで、もうあの、適当にね、投げるだけでございます。あとはウッド削りですね。ウッドで削っていって、よいしょ。で、LSP を早めに出しすぎると良くないってさっき学んだんですけど、まあでも言うても、あの、ロケ削りでもいいかもっすね。これ6打っちゃおう。あ、終わった。あ、グッドゲーム。いや、ここは強い。か、俺がうまい。まあ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 ね。はい、どうもどうもという感じでね。まあ、LSP ですね。LSP、枯渇デッキには非常に合ってると思いますね。さあ、というわけで、どんどんやっちゃいます。なんか楽しくなってきたな。LSP ね。だって、大型とかの防衛、もともと大変じゃないですか。けど、ちょっと楽になるって考えたときに、普通にこう使用率とかもっと増えるかもしれないですね。枯渇って結構人気なデッキだと思うんですけど。いや、これ、こういうのね。まあ、ISP でも凍ってたけど、LSP、あれなんか、LSP 微妙今のはなんかね、まあまあまあ、ロイフですね、さ。相手の名前がパンツマンみたいな名前だな。失礼。ハンツマンっすね。だってこれ、やばくない？パンツにしか見えんのこれ。YouTuber？ あんま言うと失礼ですね。マジで。やめとこう。叩かれちゃう。さすがにそれは失礼ですよって。さすがに、やばいっすよって言われちゃうんで。で、まあ、ここって、ロイフに対しては、まあ、テスラで守るか、ロケット防衛しとけば、まあ、なんとかなります。さあ。で、アイゴレ、ロイフグ、ウッド、ヒースピ、あ、マジ打ちロイフグかもな。これ、端前。あ、マジ打ち来んのか思ったけど。いや、マジ打ちロイフグね、めんどくさいですね。初心者の枯渇使いが戦うような相手じゃねえ。マジで。あ、ハンターか。いや、これ、完封か。いや、ゴブリン、たまたま殴れ。多分、マジ打ちだと思うんですけどね、個人的には。まあ、テスラ置いちゃおう、暇なんでね。置いて、まあ、最悪ロケ防衛もできます。まあ、ロケ削りすれば勝てんのかな、もしかしたら。ローグ？いや、来ない。相手結構丁寧ですね。ずっとスケヒースピー。わー、それが一番嫌だな、確かに。確実に削ってきますね。もうロケ打っちゃいます。テスラあるんで。んー、大きめのね、スタロケ。で、ケツマジやっちゃガシャからの、端前ローグ、ポンかなー。いやー、なんでやねん、お前。ちょっと待って。その辺のなんかいらねえんだけど。マジ？お前、どっからどう見てもロイフグやんけ。いやー、これやったっすね。やばいっすよ。マジやったっすよ。ほんとに。最悪だ。低めに置いてあげて。ちょっとね。マジで。それはね、ネタでしょ。マジで。いやー、これどっち守るか悩んだけど。ああ、いや、意外と守れたな。で、相手タルババ多分サイって、ねえやな。ウッドか。ウッドでしたね。いや、でも、みんな見て。意外と戦えてない意外と戦えてる。しかも、なんなら勝てる説ある。よしよし。とりあえず、三振を打って、牢獄だって守れば、相手のダメージ取んないんで、僕にね。まあ、ファイブ打たれた時の、ぐらいですかね。ウッド打ってからの、これ、ナイトいるかな。
とナイトからのでウッドなんでちょっと大きめにねやっちゃおう。大きめによってウッド、あハンターか。お来た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 、でけ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 、ちょっといじめちゃおういじめちゃおういじめちゃおう。今の間にちょっとイメージ、え待って待って待って、来た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 、めっちゃいてるめっちゃいてる。え俺のね超ビッグ、いていていてて君やめろ。で今の間にちょっと投げちゃって、いややるなって言われましたね、ありがとう。君もね、あの30勝隠すのはマジでうまかった、やるなっていうね。でも削ってきます、削っていって、ファイブを打たれても右側にケツブレにしまくって、でテスラ置いとけば、テスラ置く必要もないかな、これワンチャン3死出されるんで置かずにね。よしよし、これはもうテスラ、いやめっちゃいいファイブされた。まあでもあビリビリがいいな、ビリビリがいい、優秀で、今ウッド多分ね僕の方が早い、いや相手も回転早いな、結構これで回ったのか、ワンチャン3死とかぶるな。でハンターで防衛されるの嫌なのでちょっとずらして、で LSP、 これ LSP がね重要、 LSP で1回止めれるんで、しかも ISP よりも AM をね狙いやすい、なんか楽ですよね防衛が間違いなく。さあ、いやー来たな、ごめんなマジで、よくない名前勝手に呼んじゃって、これスケですね多分、こんにちは。いやー俺のスケ読み、おー待って、つい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 勝手に感電してる。よしよしよし、あれロケ打った方がいいですね、確実にね、確実に守るためにロケ打って、で今の間にバレルも飛ばして、で電気ビリビリの、よしよしよし、いやビリビリ強い、待ってやばい結構入る、ちょっと待って待って待って、やべ余裕こいてる場合じゃねえな、最後ロケ打つのむずいな。いやこれ相手判定ずれてる、入る入る入る、でかいでかいでかい、でファイブ来る、いやマジ LSP 優秀すぎん、こう見たら。よしよし、ウッド削りの最悪ロケ防衛もあり、いやテスラでいいな、で LSP、 いやハンター入るんだけ気をつけたい、ハンター入るんだけ気をつけたい、ハンター入る、ウッドロケで、いや最後ロケ打たないところやばいな、でテスラあるんで、よしよしよし、届くよね、大きすぎた、危ね、グッドゲームですね。いやナイス、いやこれはねでかいっすね、これに勝てるのでかい、多分 ISP でもまあ勝てたかもしれないんですけど、 LSP のおかげでなんか防衛楽ですね。ローフグ来た時になんかローフグが固まった瞬間に ISP とか狙わなくてよくて、単純に飛ばすだけでチェーンしてくれるので、意外と、いや枯渇時代来たっすよこれ。はい、皆さんちょっとぜひね、枯渇使ってない方、使ってなかった方、一緒にねちょっと枯渇使いになりましょうと、まあ、いうわけでぜひね LSP、まあ、デッキによっては活躍するんじゃないかなと、まあ、いうところでね、今日はこんな感じで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。